大阪のいいところ100個教えてください。クッシュやっぱやるんだ。モナルチャンネルのマスです。なんかね、僕らのダーツの旅って言ったらこれを定番化させたい。そう、させたいです。大阪のいいところ100個教えてください。早速聞きに行きたいと思います。どんな質問が出てきても答えてください。あー、はい、普通じゃねえか。まだ今ゼロです。道引いても割と教えてくれます。美味しいものいっぱいある。美味しいものいっぱいある。市内はこの表面がすごい結構あり、あそこどうだか。ありがとうございます。よくいただきました。2人目の視聴者さんがあ、ごめんね、いいところだと分かんないから。何か分かんない。ところええとこ東海、新宿から新宿に来た。そうです。思った。ありがとうございます。今イケてる大学生に発言します。大阪のいいところが100個聞きます。10月1日にレッグナンバーでファッションショーやります。もうビートミックスでっていう団体なんですけど、ここですけど、ね、らしいですよ。らしいです。ぜひ見てみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、異様に人通りが多い道に来て、今ね、差し出してみる作戦をしそう。悪いですけど、なんとかって言ってくれるのでも、かって言ってくれたらカウントします。そう、カウントする。でも、待ちます。はい、作戦変えます。無理です。今からちょっと、聞いていきたいと思います。ここで本領発揮。よし、じゃあ次、眼鏡の人通ったらアタックします。はい、すいません。大阪の方です。大阪のいいところ100聞いてて、もしよかったらチラッと言ってもらえないかな。みんな優しい。みんな優しいですよね、お姉さん。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今いいところ32個聞いたんで、あとね、今日中に8個ぐらい聞いていきたいと思います。これからカメラマンさんにね、聞きたいと思います。ありがとうございました。大阪のいいところになります。あなたでもキラキラしてる。確かに、うん、そう、うん、YouTube やってされてるね、34になりました。残りは明日ですかね。やってまいりました。ここは僕らの戦場です。今ね、34です。やります。食い物うまい。あー、やっぱそう、食い物。なんかおすすめとか。おすすめ、ネギ焼き。ネギ焼き、うん、それありがとうございます。今43になりました。はい、やってしまった。ラーメン食べたよ。なるほど。ラーメンが美味しかった。ラーメンが美味しかった。なんかいいの、はい、ありがとう。迷ったら絶対大阪のおばちゃんに聞いた方がいい。あー、めっちゃ案内。違いない。今迷ってます。めっちゃ案内してくれる。ちなみに、ジムってくれる。マジ？一応応援なんですけど、じゃこれからってことですけど。ありがとうございます。頑張ってください。
49です。49来ましたね。いいとこなんですよ。いいとこ。カモザがいいですね。やっぱりそうですね。カメラマンさんも。ありがとうございます。いいところ。ドッグのお父さん。人間の。人間の。ありがとうございます。3です。お願いします。はい。いいところ。いいところ。本当に人が温かい。本当にノリがいい。ご飯も美味しい。観光スポットが多い。なんだか大阪梅田ですし、すごいレトロの喫茶店がいっぱいある。ありがとうございます。80になりました。あと20個頑張りましょう。大阪のいいところに来てもらってるんですよ。はい、今回カメラマンにご協力いただいた宮原ちゃんっす。ありがとうございました。はい、本日カメラマンさせていただきました。大阪でタレント活動しております宮原です。せっかくなんでカメラマンの宮原ちゃんにも答えてもらいたいですけど、はい、私が広島から大阪に出てきたんですけど、すごい栄えてる。あとやっぱスポーツがすごい好きなので、スポーツがまあ盛んかな。プロ野球だと阪神とオリックスで、サッカーが好きなんですけど、まあね、サッカーでしょ。ンバとかテレスはやっぱ2チームあるんですけど、大阪ダービーとかもやっぱりすごい盛り上がるし、確かにで、それ関連でその応援が熱い、関西弁が可愛い、お笑いが盛ん、私が松竹芸能っていうところにお世話になってるんですけど、松竹のお笑いは本当に面白いなって思います。そうね、松竹、特に松竹ね。そうですね。グレイですか。そうですね。ありがとうございます。宮原さん、芸能活動されてて、ブログとかもされてるんですよね。そう、毎日更新してます。今回、オナールチャンネルさんに1日、まあ、カメラマンとして密着させていただいたことをブログにしようかなと思ってるので、ぜひオナミの皆さんにぜひ見ていただきたいなと思います。ありがとうございます。いい感じに書いてくださいってお願いします。じゃあ今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。大阪ミートもさっき聞いてて、あとちょっとなんですけど、面白かったら嬉しいで、はい、すみません、ありがとうございます。ノリがいい、ボケツッコミが自然に、粉もんが美味しい、一家に一台たこ焼き、イカ焼きは粉もんに入る、うん、おいしそう、あと、ミートもあえめいいのかな、人が優しい、あ、ほんとそうです。関西のおばさんの服装がもうアニマル、本当なんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。いい？お兄さん。今ですね。それで。もう来ました。近くで頑張ります。ついに来ました。ということでね、最後は一つずつ、今度こそ一つずつ言って。終わりたいと思います。僕は一番学びになったとか思ったことは、話にみんなオチとか面白さをつけてくれる。おぉ、いいっすね。いいところです。はい、いいところ。これで99、ラストはね、まさくりを飾っていただきたいと思います。僕がこれ、一番感じたことでいいですか。100個目、美男美女が多い。以上です。はい、ということで
ということでね、大阪で100個終わりました。協力してくださった大阪の皆さん、そしてね、コラボしてくださった須山ちゃん、カメラマンさんのみーちゃんさん、そして宮原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱね、やってる途中はもちろん断られて辛いんですけど、達成感があります。頑張りました。幸せですね。今回ね、協力してくださった方はね、リンクは多くね、たくさん下にあったと思うんですよ。全部チェックしてください。お願いします。はい、本日の動画最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、フォロー、そして概要欄のチェック、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。見てください、なんかのインタビューが僕らよりいいマイクで行われてます。カメラな。なんすかね、あれは。